ねえ。<laughs> あのさ、ずっと聞きたかったんだけど、俺らさ、付き合って半年くらい経つじゃんこうやってお互いの家泊まったりもしててさ。んなんでそんな顔こわばってんのああ、俺が何言いたいか、なんとなく察してくれた 俺、正直、すっげえお預け食らってると思うんだよね。やっぱ、俺じゃダメなのかな。俺と、するの、嫌嫌じゃない。うんー、じゃあ、怖い怖くて、不安か。 そうなんだ。何が不安なのかな自信ない何が体がってことスタイル良くないから、俺ががっかりしちゃうかもってああ、そうだったんだ。ああ、ごめん。笑ったんじゃなくて、ほっとして。 よかった。あ、いや、俺に何か原因があるのかと思ってたからさ、俺に触られるのが嫌なのかな、とか。でも、手つないだり、ぎゅーってしたり、キスしたりはしてくれるし、そういう時まあ、恥ずかしそうにはしてるけど、正直、嫌そうには見えなかったから。だから、 ずっとなんでかなと思って、俺も不安だった。でも、よかった。それならすぐ解決できそう。ねえ、こっち向いて。あのね、よく聞いて。俺はお前が大好きなの。お前だから。 好きになったの。お前だから抱きたいって全部俺のものにしたいって思うんだよ。お前の体がどんなでも俺にはそんなの関係ない。今更お前のこと嫌いになんかなれないんだから。え、そんなのわかんないじゃんってだったらやってみようよ。 やってもないのに、俺の気持ち、勝手に決めないで。俺、結構頑張って耐えたと思うんだけど。<laughs> だから、そろそろ、限界。早く、お前が欲しい。俺は、お前の、全部を、愛せるよ。自信ある。だから、お前は、 何にも心配しなくていいの。どんなお前も全部受け止めるから。だから、俺のこともちゃんと受け止めて。いい <laughs> 大好きだよ。